さあそれではやってまいりました。本日もプロレス実況の時間です。本日は鶴見五郎 VS クリス正信という渋めの試合でございます。それでは試合開始。この2人が試合をしたことってあるのかな。年代的には鶴見五郎さんの方が先輩になるんじゃないかなとは思いますね。鶴見五郎さんというのは、日本で一番初めて日本人でヒールになった人なんですよね。国際プロレスの時に、お金がないから、外国人ヒールを呼ぶ金がないからっていう、あの吉原社長のアイデアで鶴見五郎が、ヒールの悪役になるっていう、これストーリーを描くんですね。急に俺がヒールだってなったらダメなんで、鶴見五郎が会社に対して文句を言うという、ストーリーを描いて、それを本当にやってしまうっていう、もうその時代から、国際プロレス時代からそういうストーリーというかがあったんですね。対するクリスさんは、大阪が誇るプロレスラーの人ですね。椅子大王と呼ばれる、今日椅子が出るかどうか分かりませんが、かなりこうゴツゴツした戦いをする人ですね。さあ試合の方は2分経過がしました。お互い、パンチチョップで試合を組み立てていっています。さあ鶴見五郎としては、鶴見五郎さんは意外とあのレスリングのテクニックがあって、馬場さんからすごい認められたっていうのがありますからね。さあチンロックで締め上げる。鶴見五郎としてはこのままのペースでいきたい。ちょっと鶴見五郎が押してる感じが、クリスは厳しいパンチキックで押し込まれていく。さあコーナーに持たれた、そこにしかし張り手で返す、足を取ってなりきてストンピング張ります。このクリス正信のストンピングは一級品というのがありますからね。どれだけ強打者を出すか。おっと金的が入った。そして膝にストンピングをして、ヘッドバット一本足式ですね。さあフォール、しかしこれはロープ際。さあ鶴見五郎はここでペースを取り返せるか。クリスマスのブレインバスターに期待が返される。クリスマスのブとしてはここはちょっと厳しかった。チンロックで鶴見五郎が追い打ちをかける。さあ2人組み合わない、チョップを組ます。今度は逆に鶴見五郎のジャンピング下のヘッドバット、足で押さえつけるがフォール、これはワンで返されます。あ、出ました。バックボローが何とも相性があっていいですね。あんまり実はあんまり出ないんですね。あんまりポンポン出す、安売りする感じにしたくないんで、しかしストレートが来ました。さあ足でフォール、これはまだワンで返す。クリスとしては今ちょっと押されてる感じ。ああまたしても金敵が入って、ストンピングから寝技で腕を取られる。クリスとしては今のところいいところがないですね。だんだんフラストレーションが溜まっていくところでしょうか。さあチョップも空振りする。腕技をかけたいけども鶴見五郎に返される。さあアッパーは入らない。おっと連続の一本足、そして走ってのストンピングが決まりました。しかしここで鶴見もペースを取り返さんと返していきます。足のフォロー、足のフォールで、これ気力をかなり気にってますね。さあエルボーとアッパーですね。エルボーとアッパーで、おっとこれは打ち勝ったのは鶴見五郎がじゃない、クリスだ。クリスが打ち勝って立たせてバックを取った。さあ何です、ジャンプしてのヘッドバット。あっここで鶴見五郎がなんと流血した模様です。後ろからのヘッドバットで前から流血するという、もうハイプロらしいあれですけども、まあ上このリングに2人落ちました。場外で腕を攻めていきます。おここで素晴らしいバックフォローが飛び出しました。さあ場外で14、15までいった。さあ上がるか、2人上がるか、同時に上がりました。椅子は使えなかった。クリスとしてはここで椅子を持って見せ場を作りたかったところですが、これは使いませんでした。実際の試合ではもう試合の流れを無視して椅子取りに行きますけど、さすがにそれはファイプロでは再現されません。さあここで金敵を持ってきて、
クリスとしてはペースを取りたい。試合時間は間もなく10分、ロープに投げられたが返してチンロック。さあ鶴見はこれでペースを握れるか。ジャンピングショーヘッドバット。鶴見はここで慌てませんね。大技に出ないでじっくりと攻めていっています。自分が流血しているということもあるんでしょうか。さあここでクリスのエンジンかかったように濃いオーラー攻撃が来ました。パンチしかし倒れない。さあブレンバスターぶっこ抜いた。さあ場外に落ちる。さあクリスとしては椅子の出番。椅子が出ました。さあそしてフルスイング当たった。鶴見五郎も椅子を持ちましたが、さすがにこれは一枚上手。クリスの方が椅子代用として面目躍如でしょう。さあリングに上がりました。エルボーで倒す、起こして、何が出る、あしかしかきむしって組んだが、おお、ここで膝を持っていった。ダイナミックな膝です。クリスはバックを取って後ろからまた再びヘッドバット。しかし前から今度は鶴見五郎を倒したところから弓矢固めに入ります。ここは冷静ですね。いやー素晴らしい。さあ一進一退の攻防、やや鶴見五郎の方が有利か、いやどっちとも言えないか。さあバックを取ったが前に首投げでやられてロープに飛んだの。鶴見五郎は戦闘が決まりました。そして抱え上げて横に落とす。余裕です。クリスかなり厳しい。そしてアトミックドロップが決まったところでフォールに入る。さあ返せるか。2で返しました。まだ余裕があるのか、気力がまだ余裕があるだけなのか。鶴見五郎は流血しているというハンデがあります。逆にクリスがフォロー、フォール、2で返した。一進一退ということでしょう。鶴見五郎は中央に寄せます。ブーイングを必死で上げてます。さあロープに飛んで先頭が決まって起こしたところで、しかしバックが取れない。抱え上げて横に落とした。さあここは、あしかしクリスは立ちます。殴り合いは鶴見五郎に軍配が上がりましたが、さあどうなる。組んだところで鶴見五郎が前に落とす。ブレンバスターの体勢から前に落とす。しかしロープ際フォールはカウント取られず。さあここどうなる。2人が立ち上がって鶴見がフォール、足でフォールは、これはさすがに入れさせません。ヘッドバット一発で返します。さあ足をストンピングしてフォール。これは素晴らしい。ヘッドバットの交差がありましたが2人とも当たらない。バックを取った。さあ鶴見五郎としてはここで何か入れたいところ。足でフォール、これで決まるか。いや 2.9 です。クリスも意地で返してます。さあここで技が大一つのヘッドバットが決まった。チンロック、あこれは返しました。クリスとしてはこの後何の技が出るでしょうか。クリスは最後勝負度外視で殴ってくる時があります。あっと投げ捨てのパワーボムが決まった。しかしロープ際フォールは入らない。カウントが入らず。さあ走ってストンピングが決まった。そしてキャメルクラッチ、あーっとここで決まってしまった。いやーゴツゴツした戦いでしたね。最後はクリスのキャメルクラッチで大逆転という形でしょうか。大変素晴らしい勝負でした。試合評価は 93%、本日の試合はクリス正信の勝利でございました。ではまた。